はい、今回ですけども、今日は大学で授業がある日なんですけども、大学行って、まあ、そこからね、セカスト行きたいなって思います。まあね、最近ね、僕セカストの動画いっぱい上げてると思うんですけども、僕がね、出したい動画をね、出していくチャンネルなので、それをね、皆さんが、見てくれてるという状況で、すごい僕も嬉しいんですけど、本当にね、やっぱりね、やりたいものをやるっていうのが一番ですから。まあ、今ちょっとね、お風呂上がりで、今日はね、昼からの授業なんで、まあ、昼というかもう夕方からの授業なんで、まあ、ちょっとゆっくりなんですけど、昨日ちょっと夜遅く、まあ、深夜の3時ぐらいまで自分の仕事してて、だいたいそっから11時12時ぐらいに起きて、今からご飯をね買いに行って、まあそっから大学行ってみたいなね、そういうところでね、どん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 動画回していきたいなって思うんでね。はい、じゃあちょっととりあえず今からご飯買ってきます。はい、ということで今日のお昼軽く紹介します。今日はね、スモークタンまた買ってきました。スモークタン2個と、ちょっとね甘い気分だったんで、このエクレア大集合。はい。こちらね、311円ということで。これね、コンビでさ、311円って言われるとさ、ちょっと高ってなるじゃん。でもさ、これがさ、例えばさ、こういう系の甘いお店に置かれてたとするじゃん。ちゃんとしたところに。で、そこで311円ってなってくると、安いって感じるじゃん。だからこれってね、同じ値段でも、置かれる場所とか環境によって、全然ね、感じ方が違うんだなって思って、これね、ちょっとおもろいっすよね。って思いました。ということで、じゃあちょっと食べていきます。ちょっと急いで、いただきます。ということで、学校から今帰ってきました。大学授業を受けて、まあその後セカスト行って、今に至るっていう感じなんですけども、ちょっとね、めちゃくちゃお腹減ったんで、ご飯食っていきたいと思います。久しぶりにカップラーメンが食べたい気分だったんで、カップラーメンを食べたいと思います。いただきます。さあ、疲れた。いやー、今日はね、なんか疲れましたね。いつもより。じゃあ、いただきます。うまそう。あ、うまっ。うん、最高。やっぱカップラーメンはね、久しぶりに食うのがちょうどいいな。なんか毎回食べてた期間とかあって、まあそれもそれで美味しかったんだけど、やっぱり久しぶりに食べるっていうのが重要っすね。じゃあ、ちょっとね、一回、めちゃくちゃお腹減ったんで、とりあえず集中して食べていいですか？話したいこと僕いろいろあるんですけど、とりあえずちょっと集中してご飯食べます。はい、ということで、ごちそうさまでした。ちょっとだけお腹いっぱいになりましたね。めっちゃなんか腹減ってたんで、まあ後でなんかまたコンビニで買いに行こうかなと思うんですけども、とりあえずちょっとね、今話したいことがあるんでちょっと話させてもらうんですけども、話いいですか？最近みんなの中で僕の動画について疑問があるんじゃないでしょうか。ちょっとその疑問についてちょっと今回はね、僕がお話ししたいなと思います。その疑問っていうのは何かっていうと、あくまで僕の推測ですよ。コメント欄にも来てたことなんで、まあ多分これかなとは思うんですけども、最近なんでセカストの動画ばっかり上げるんだっていうね、皆さん疑問があると思うんですよ。僕多分ね、直近の動画まだ6本5本ぐらいなんですけども、連続でセカストに関する動画をね上げてると思うんですけども、多分これをやったのは僕この YouTube 人生で初めてだと思うんですよ。なんか同じタイトルというか同じ単語を連続で使用するっていうのは僕多分やったことないと思うんですよ。例えばなんかウィークの時とかありますよ。バレンシアガのディフェンダー偽物疑惑の僕が自分から仕掛けた動画とかウィークの動画とかね、まあ、そういうのでは連続で同じような動画上げることあるんですけども、ナチュラルに同じような動画というか同じね単語をタイトルに入れたりとかっていうのは初めてだと思うんですよね。これはね、本当にね、狙いがあるんですよね。実はこれも別にただ単にセカストっていう単語をタイトルに入れれば伸びるんじゃないかとか、そういうね安易な考えではありません。そんな安易な考えぶっちゃけ使えないです、この YouTube 業界では。じゃあ何が狙いなのかっていうと、結論から言うとチャンネルの統一感をもっとさらに強くしようって決めたんですよ。これどういうことかっていうと、僕のチャンネルってファッションのジャンル、洋服のジャンルに含まれてるチャンネルだと思うんですね。そこでも一つチャンネルの統一性があるわけですよ。それだけじゃちょっともう弱いなって思ってきたんですよね。もっとチャンネルの統一性を出したいって思った時に、まあファッションの中でも何か統一性がある副ジャンルというかサブタイトルみたいなものはないかっていうのを考えた時にセカストが出てきたんですよね、僕。でも毎回セカストの購入紹介の動画とか、まあセカスト関連の動画を出しても多分それは自利品で落ちてくし、マンネリも出てくると思うし、だからそれは違うって思ったんですけど、そこで僕は一個気づいちゃったんですよね。タイトルだけセカストを入れてチャンネルの統一性を出して YouTube のアルゴリズムに、このチャンネルはファッションのセカストを取り扱ってるチャンネルなんだなっていう YouTube のアルゴリズムに認識させて、セカストを調べた視聴者さんいるじゃないですか。その人たちを全員取れるんじゃないかっていう、 YouTube のアルゴリズムを利用してね。 YouTube のアルゴリズムって検索に引っかかりやすい基準は何かっていうと、動画の本数とかそのチャンネルがどれぐらい活動してるかとか、どういうジャンルかとかっていうのが結構大事なわけですよ。だから要はセカストの動画
バーっていっぱい出せると、そのセカストを調べた視聴者全員取れちゃうんですね。検索のトップに乗るから。そう、だから僕はまずそれを狙ったわけですよ。これだったら別に多分誰でもできると思うんですね。セカストの単語入れればいいだけだから。だけど僕はここで、まあ、さっきも言った通りマンネリもするし、自力で落ちてくなって思ったんで、僕はタイトルにだけセカスト入れて、動画の中身はセカストと関係ない内容も入れようっていう。要はセカストに行きました、買えませんでした、じゃあ別のお店買いに行きますとか、セカスト今日は買えました、じゃあセカストの購入紹介します、なんならセカストの購入紹介して別の洋服も紹介しますとか、そういうのもできると思ったんですね。だからセカストっていうタイトルを入れてるけど、別にセカストとは全く関係ない動画っていう、わかる？なんか若干タイトル詐欺なんだけども、別にそこまで大きく詐欺はしてないなって僕は思ってるんですよ。これはなんでかというと、一応セカスト言ってるからね。これ別に嘘じゃないんですよ。セカスト言ったんですけど買えませんでしたって僕ねたまに言ってると思うんですけど、それ別に嘘じゃないですよ。セカストちゃんと言ってますからね僕。だって僕最近セカストめちゃくちゃハマってるから、セカスト言ってるんですけど買えなかったから、じゃあ別のお店で買ったやつを紹介しますっていう、そうやってやってるんですけども、だからそういう狙いがあって僕は最近セカストをタイトルに入れるようにしてて、セカスト関連の動画をいっぱい連続で出してるんですよ。でこれがまだね 5,6 本しか連続で出してないんで、どうなるかわからないんで、ちょっとまだ続けてるっていうところなんですね。だからこれ1ヶ月ぐらい、まあ、1ヶ月2ヶ月ぐらいやってみて結果がどうなるかわからないんですけども、まあ、これでうまくいったら、まあ、それでいくし、これでまあちょっと微妙だなと思ったらまた変えると思うんですけども、そういう理由があって最近ねタイトルにセカストを入れてるんですね。だから動画の内容をしっかり濃くするっていうのを最近意識してて、タイトルにセカストって入ってるけど動画の中身見たらセカストの公認紹介ではないっていう場合もねあるわけですよ。だからこれは別にタイトルにセカストって書いてある動画が連続で出てるけど、動画の中身見たら別にセカストの動画が連続じゃないっていう風なわけですね。だから要はこれは同じようなことをやってないんですよ。 YouTube のアルゴリズムには同じようなジャンル、ファッションの中のセカストを扱ってるチャンネルっていう認識をさせて、 YouTube のアルゴリズムを働かさせて、そこでセカストって検索した視聴者全員を取る戦略を取りながら、動画の中身がマンネリ化しない、同じような動画にならないような作りを動画では撮ってるわけですよ。そういうね今動画チャンネルの体制を取っていますということで、まあ、これが狙いなんですよね。実際ここ最近まあ変化があって、前の動画もう後伸びしてきてるんですよね。これはセカストをタイトルに入れて YouTube のアルゴリズムがこのチャンネルはセカストの動画を取り扱ってるチャンネルなんだなっていうのを認識していってる状況だと思ってて、セカストって調べた視聴者をだん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 取り込んでいけてるのかなって僕は思ってるんですよ。だからこれを1ヶ月2ヶ月続けたら結構かなりいいところまで行くんじゃないかなって思ってます。だから皆さんは安心してください。タイトルにセカストって書いてあろうが、動画の中身見たら全く別のお店で洋服を買ってるっていうパターンも全然あるので、いい意味でタイトルに騙されないようにしてください。まあだからそこはしっかり狙いがあってやってるっていうところなんで、皆さんねぜひとも動画の中身をしっかり見て楽しんでもらえたらなって思います。まあ何よりね、洋服だけじゃないですから、僕はトークがありますからね。このトークは俺の一番の武器だと思ってるんで、今までこのトークがなかったら多分僕再生数取れてないと思うんですよ。なんでかというと、僕の洋服をおしゃれだなって参考になるなって思って見に来てくれてる人も少なからずいると思うんですけど、でも全員が全員そうじゃないんですよね。これが他のファッション YouTuber との違いだと思ってて、他のファッション YouTuber っていうのは洋服が参考になるから見に来るっていう視聴者がほとんどなんですよ。でも僕のチャンネルってそうじゃなくて、本当に例外なんですよね。本当に唯一無二のパターンで、洋服を参考にしてないけど、洋服別にこいつの好きじゃないけど見に来るっていう視聴者も普通にいるんですよね。だからここが強いところで、だからこれを利用して俺は俺の洋服が好きな人も取れるし、俺の洋服は別に好きじゃないけどなんかこいつ見たくなっちゃうなっていう、そういうね洋服以外のところでも視聴者を取れる。だからこれをどっちも取るために YouTube のアルゴリズムを働かさせて、その働かさせるためにはチャンネルの統一性をもっと強くする必要があるんで、タイトルにセカストをとりあえず今入れてるっていう感じなんですね。だから俺の動画って何回か見れば多分固定視聴者にその人はなると思うんですね。リピーターになると思うんですよ。だってさ、君たち今僕のことどんぐらい見てますか？僕別に YouTube 始めてそんな経ってないですけど、まだまだ全然ね新参者ですけど、でもね結構君たち見てるでしょ。それが答えなんですよね。見れるんですよちゃんと YouTube のあのアナリティクスで。君たちは僕をずっと追いかけてます。これからも追いかけるでしょ。それはなんでかっていうと、洋服に興味があるからっていう理由は全くもって別なんですね。全くもって違うんですよ。俺という存在の未来がどうなるかとか、俺がどこまでこいつ行くんだっていうところが皆さんは気になって見てるんじゃないでしょうか。僕はそういう風に作ってます。俺の未来がどうなるかとか、俺が YouTube でこれからどうなっていくかっていうのをワクワクさせれるような動画作りをしています。だからこんだけ僕はこういう風に自分がしたいことするし、自分が話したいことするし、好き勝手やってるというか、洋服のチャンネルだけど動画の半分以上トークみたいな、関係ないことしてるみたいな、そこが僕のチャンネル
ネルの一番の軸なんですよ。この軸がブレた瞬間、このチャンネルは終わります。なんでそこはこれからも僕が継続していくので、これから僕のチャンネルの未来楽しみにしててください。僕はまだまだ考えてますよ。僕はね、諦めることなんてないんですよね。俺は目先のことは考えてない。俺は目先のことより数年後、数十年後のことを考えて、そこまで見据えて僕はやってます。目先のこと考えて今すぐに伸ばして、後先ちょっと経って消えるなら、今しっかりめちゃくちゃもうめっちゃ固い基盤を作って、数十年後もしっかり再生数が取れてるようなチャンネルにちょっとずつねのし上がっていくっていう方が、数十年後を見た時に絶対そっちの方が僕はいいと思ってるんで。だって考えてくださいよ、数十年後誰が生き残ってますか。今いる YouTuber で新世代 YouTuber 全員落ちてるだろ。残ってるのヒカキンとかぐらいじゃないってなった時に、今すぐドーンって言って、まあそういう今すぐドーンっていうね戦略もぶっちゃけありますよ。だけどそれをあえてやらないでボーンって言ってボーンと落ちるなら、ちょっとずつ止まらず歩いてって数十年後トップにいますっていう方が絶対絶対にいいんですよね。だから俺はこの動画のスタイルを撮ってるし、何ですかね、不安がないというか焦りがないんですよね。俺は絶対に YouTube では勝てます。テレビに映ってる芸能人とかだったらね、もしかしたらね、お笑い芸人とかはねすごい面白いし、お笑い芸人じゃなくてもねトークが上手い人だっていっぱいいますよ。その人たちとじゃ戦えるかって言ったら、それはまだわからないですけども、俺は YouTube の業界だったら絶対絶対に勝てます。自信があるんですよ。YouTube に参入するときに、いろんな YouTuber 見て、これ勝てるわって思ったんで、一人でも勝てますよ。グループなんて作んないで、俺行きますよ。調子乗ってるって思ってるでしょ。数十年後見ててくださいよ。俺がトップにいるから、間違いなくね。これもね、もうこの機会だから言うけど、最近ね、こちらの動画でさ、超重大発表したじゃん。このチャンネル史上一番の重大発表したと思うんですけども、正直、あれは僕のミスでした。それはどういうことかっていうと、全部が全部間違ってたわけではないと思うんですね。けど、あの重大発表した後の動画、まあ、何本か上げてるんですけど、あの動画をこのチャンネルで上げるというのが間違ってたなと思ってて、要はさっき見た通りチャンネルの統一性が必要なんですよね。いきなりファッションの動画やってた人が全く関係ないさ、ゲーセンの動画とかさ上げてたらさ、ちょっとさおかしいでしょ。だからその超重大発表は別にこのチャンネルでしてもよかったと思うけど、別のチャンネルでやりますっていうのがこれ多分正解だったと思うんですよね。別のチャンネルでやりますって言っても、僕の今までの視聴者さんは僕のことが気になって絶対こっちのチャンネルの動画を見に来てくれるとは思うんで、絶対別のチャンネルでやるべきだったんですよ。そこが僕が間違ってたなってところで、これを生かして、じゃあもっとチャンネルの統一性を出そうと思った時に、今回のこのセカスト戦略って言ったらいいかな、まあ、そういうね体制を取ってるわけですよ。だからこれもう言っちゃいますけど、僕はいつか別のチャンネルを作って、そういうファッション以外のチャンネルも作ってやってますよ。これは確実です。でもあえて言いません。僕はこのチャンネルでやってますから、登録してください、見てくださいってあえて言わないです。君たちが見つけてください。そんぐらい俺のことを今までずっと見てきて、好きでも嫌いでも君たちはずっと俺を見てきた。要は少なからず俺のことが気になってるんですよね。少なからずというかもうすんごい気になってると思う。だからそれぐらいのね、俺に対しての熱量があるなら、俺の別のチャンネル見つけれるだろって。俺のことを今までいっぱい見てきただろ、俺がどういう動画を上げるかさ想像つくと思うんで、みんな見つけてください、そのチャンネルは。まあそれか別のチャンネルでもどん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 ね数字上がってって、普通に自然と君たちの目に探さなくても出てくる可能性もあります。まあ僕は言いますけど、なんかコメント欄でもあったんですけど、結局洋服のジャンルに戻って結局諦めたのかよって、エンタメ系のチャンネルで行くの諦めたのかよってね、そういうコメントあったんですけど、一切諦めてないです。ただやり方を間違えたからちょっと一回止めて、今ちょっとタイミングを伺ってるっていうだけです。もう2回目は失敗したくないんですよ。同じ失敗はしたくないんで、僕は勝負をかける時に勝負に出ます。それまではこのチャンネルを本気でやります。でも勘違いしないでほしいのは、別のチャンネルを作ってもこのチャンネルは運営してきます。僕は洋服が好きなんで、洋服が好きっていうのも YouTube で発信していきたいんで、洋服のチャンネルとしてこれはこのチャンネルもずっと運営していきます。だから2つチャンネル持つっていう感じですね。まあ、だからそこはねこの機会なんでもう全部言いました。今すんごいねちょっとね熱くなってるんですけど、本当に僕の数年後数十年後はとんでもない未来が待ってると思うので、皆さんはそれを見たかったら一つたりとも動画見るのを忘れないで、俺の人生をずっと見ていてください。マジで面白いです。俺はまだ20歳でめちゃくちゃ若いです。他の YouTuber と比べたらとてつもなく若い。まあ、新世代 YouTuber って言われるね、あの人たちが多分今もう25、6とかなんじゃないかな。で、その後に出てきたグループ系の YouTuber、まあ、何個か僕知ってるんですけど、その人たちも多分20、まあ、大学卒業してるぐらいなんで24、5歳とか23歳ぐらいかなと思うんですけども、僕はそいつらよりも若いんで、俺の方が可能性があるし、俺の方が力、能力はあります。正直。だって一人でここまで来てんだもん。だって周りに別にね、サポートもしてもらってないし、なんか友達にね、カメラマンをね、やってもらったりとかっていう、そういうサポートはありますよ。そういうサポートはたまにありますけど、そうじゃなくて、YouTube を運営することは全部僕が一人でやってるんで、一体グループでも、俺は正直負けてないです、能力は。さっきも言った通り、僕は今すぐパーンって跳ねて、自利品で落ちていくよりは、基盤をバーッか固めて、ちょっとずつ上がってって、数年後、ほとんどの人が落ちてる時に、俺が上がって、俺がナンバーワンになります。もう入れ替わりなんですよ。だからそういう未来が僕は見えてるので、他の YouTuber にも言いたいんやけど、なんか
かもう最近こういうのばっかだな、こういうちょっとなんか喧嘩売るみたいな話ばっかりなんやけど、でも言いたい時に言いたいんですよね僕は。言いたい時に言うのが一番僕は気持ちが入るし、また今度言おうってなったらその時の熱量っていうのは多分消えてると思うし、少しずつ少なくなってると思うんで、僕は言いたい時に言いたいんで今もう言いますよ。もう一回ね、他の YouTuber に言いたいんやけど、君たちは数十年後生き残ってる自信はありますでしょうか。ほとんどの人はまあはいって言うと思うんですけども、その「はい」は多分偽りの「はい」だと思います。君たちは今だから数字を持てています。数十年後僕と君たちどっちが上にいるか楽しみに待ちましょう。結果は5年後10年後、そこで答え合わせをしましょう。まあね、僕はいろんな YouTuber 見てますけど、研究家ってのはね、嫌いじゃないですよ。全然嫌いじゃないです。嫌いだからこうやって言ってるんじゃないです。むしろ好きです。普段の動画は別に見ないですけど、別に人としては好きだし、同じ YouTuber としては好きだし、リスペクトもあるし、ただ僕はリスペクトがあるからって言ってその人に何も言えないとかっていう人間ではないんで、俺はリスペクトを込めながらもどんどん喧嘩売るというか立ち向かっていきますよ。僕のこういうのを求めてる視聴者がほとんどだと思うんで、これが僕の本来の姿だし、もうね君たちを食い殺します。僕はとにかく答え合わせは5年後10年後ということで、まあ視聴者さんも含めて楽しみにしてください。僕はねこんなにもね自信があるのは別に偽りの自信でもなく本当の自信ですから、これは根っからの自信家なんですよ。作りの自信家では僕はないですから、まあみんな分かってると思うんやけど、ちょっとね思ってたことを全部話したんですけど、それ以上にねちょっと話しすぎちゃって、なんか僕も何言ったかなってちょっと忘れちゃったんですけど、まあこれが俺のチャンネルですよ。本当にねなんか最近ねなんかこういう風になんか喧嘩売るというかこういう系の話が多いんですけど、別に全く僕はね喧嘩が好きだとか争いが好きだとかっていうそういうわけではなくて、これも自分に対する問いかけなんですよね。お前ここまで言ってできなかったらめちゃくちゃダサいぞっていう、そのめちゃくちゃダサいっていうのになりたくなかったらお前本気でやれよっていう、ね、自分への問いかけなんですよ。自分に言ってるんですよねこれ。実は他の YouTuber に言ってるんじゃなくて、実は僕に言ってるんですよ。反射して僕に来てるんですよね。これがミソなんですよ。僕は今自分に問いかけてるんですよね。まあだからね、このねトーク言葉をねこの動画に収めて、きつい時もちょっとね戸惑った時もこの動画に戻ってきて、この時こんなこと言ったから俺もっとやんなきゃないって思える動画の素材でもねあるので、それをちょっとねこのね動画に残させてもらおうかなって思います。まあ皆さんもねぜひねこのね言葉でなんか刺さりましたら、みんな頑張ってることあると思うんですけど、それでねつまずいた時とかこの動画に戻ってきて、こいつもねこんな状況の中こんだけね自信持って頑張ってんだから、だから俺も頑張ろうぜみたいな、そういう風にね思ってくれたらね一番最高ですね。それが一番の僕のリスナーです。本当にね最高ですよ。あなたは、あなたなら何でもできます。僕なら何でもできます。もうねファミリーなんですよね僕のチャンネル。視聴者も僕のことが好きで見てる人も嫌いで見てる人も全員ファミリーなんですよ。だからあとはこの家族ファミリーを広げていくだけです。ぜひこれからもねいろんな形で応援してもらえたらなって思います。ということで、ちょっとねもう何話してるか分かんねえわ。なんか話しすぎたわ。なんかね最近のその動画のね戦略とかをちょっと細かく話したつもりなんですけど、発展してどんどんね話が広がっちゃったっていう感じなんですけども、いいでしょうということで、これが俺のチャンネルです。じゃあ、ちょっとねまたお腹減っちゃったよ。こんだけ熱く話したら。じゃあちょっとね、お腹減ったんで、最後ね、ちょっと公認紹介して、僕はその後またコンビニでご飯食べようかなって思います。とりあえず、ごちそうさまでした。ということで、じゃあ、公認紹介します。ということで、じゃあ最後ね、公認紹介やっていこうと思うんですけども、まあ今回はね、学校帰りにセカストに行ったということで、結果はセカストいいのありませんでした。今回は僕の大学から一番近いセカストに行ったんですけど、初めて行ったんですよ、そこ。でもね、ちょっとなかった。まあでも、なんかね、店舗の形というか、店内のアイテム揃えは全然良かったんですけど、でも僕に刺さるものがなかったっていうだけで、またちょっとね、タイミング伺ってまた行ってみようかなって思いますね。じゃあ、今回は別のね、アイテムを買ってきているというか、まあ前に買ってるアイテムなんですけども、まだね、紹介しないアイテムがあったんで、それを紹介していこうと思います。ということで、じゃあ今回こちらバン、こちらはディーゼルのねロンティーですね。ちょっとレイヤードっぽくなってるロンティーなんですけども、これ可愛いよね。そう、ちょっとね首元もね焦ってる感じも出てて、特にこれですよね、袖のねこのなんていうのこの虫キングみたいな感じのねデザイン、この黒とねこのピンク相性いいっすね。これ一回僕着たんだけどめちゃくちゃ可愛かった。もう何でも合う、これはもう即買いでしたね。でこれはねディーゼルの店舗で僕は買って、確か値段が2万円ぐらいだったかな。ちょっとね前なんで詳しくはちょっと忘れちゃったんですけど、確か2万円ぐらい払った覚えはあります。ということで僕ねディーゼル大好きなんで、本当にねこれからも買おうかなと思ってるんですけども、まあ最近めちゃくちゃディーゼル流行ってるよね。僕はねどっかの動画でもこれ言ったかな、本当にめっちゃ前からディーゼル押してるんで、気づくのが遅いですね。まあ僕のね動画を見てれば服のトレンドもね先読みできるし、服以外の知識もね蓄えられるんで、そういうね最高級なチャンネルに仕上がっていますよということで、そんな感じで今回はねセカストでは買えずディーゼルで買ったアイテムを紹介でしたということで、じゃあアイテムのね感想とかもお待ちしてますということで、この動画を終わりたいと思います。